では AO 推薦入試よくある質問3点目です。 AO 入試の難易度は、はい、 AO 入試の難易度についてですが、丸2番でもお伝えしましたが、AO 入試は学科の試験ではないので偏差値というものが出ません。ですから、一概にどこの大学が難しいとかここは簡単だというふうに数値でこう表して分かりやすくこう皆さんにお伝えできるっていうのがなかなか難しいです。とはいえども、やはり難関大学、人気のある大学は倍率が高く、で要求される課題も多く、そしてその課題の質もかなり高いものを要求されています。なのでそれなりの準備をしておかないと合格への道のりというのは難しいものとなっております。以上です。